一日の始めはリズムを作るためにどの辺に水を流そうかとか、原料の濃度はこれぐらいでいいかなって確認作業はするんですけど、だいたい5枚10枚紙ができてくると、もう特に何も考えずただすくだけ、このあと何しようかなと、次の工程終わったらこの作業をどうやってやろうかなとかって、紙をすくことにはあまり意識せずに他のことを考えてる感じです。修行で大変だったところってやっぱこう一人の時間が長いんで結構考えるんですよね。その時にやっぱり頭と体がこうついていかないっていう、イメージ通りにいかないっていう、師匠に聞いて耳で聞いてやるものではなくて、自分の目でこう見て盗むじゃないけど、それで自分なりにこう噛み砕いてこう実行するんで、気持ちが多分入ってなかったんで、ああいうのを作り始めたのももう多分初めて15年ぐらいしてから、それまではもう一種類の紙だけしか作ったことなかったし、センスっていう感じの技術では出せないような感覚のものを作るにはすごく兄は長けてる部分があって、でその職人っていうイメージの淡々とした作業をこなせれるっていう、この2つのこうバランスで世にないものを作り出せるっていう、そういう関係じゃないかな。